自分の生き方を曲げられない不器用な男がここにいます。プロレスラー柴田勝頼、譲れない誇りがあります。プライドがあります。プロレスラーとしての生き方にこだわりがあります。言葉はいらない、体で会話、拳で会話、ぶつかることで通じ合う、戦うことで分かり合う。今日の試合、自分を曲げられない不器用な男がここにももう一人います。96年にプロレスデビューしました。今年でデビュー20年を迎えるということになります。新日本のリングに上がる前にも様々なリングに上がってきました。自らのレスラー人生、デコボコのその道を一歩一歩踏みしめながら歩いてきました。そんな男が2016年1月4日新春この戦い始め、この舞台、今まさに歩かんとするのはプロレス界のど真ん中、東京ドームの中央で早速2人の魂が弾け飛んでいきました。この試合の放送席をご紹介します。まずは特別解説、長野正史が向かっていく。柴田の膝、気持ち強いですからね。いや、この辺りのその姿が見えます。そんなよ、2人お来いよと、お前も受け止めてやると。いや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 、いや、これが長野さん、いや、今度は柴田です。こういう試合はまさに意地の張り合い、男同士の意地のぶつけ合いです。今度は石井、今度は石井、いいね、もう一本いってしまった。全身を使って受け止めました。東京ドームはね、東京ドームはどよめいてます。いや、本当にそうです。おい、まさに引けない、全てを受け止めてやる、そんな心意気が、魂が、プライドが見えます。柴田が全て受け止める逆水平、一発一発雄たけびを上げる。そしてすぐさま立ち上がって抜いて、そしてエルボー、逆水平エルボー、石井の逆水平エルボー、逆水平エルボー、柴田の串刺し式低空ドロップキック、石井がいった。柴田、石井は前に進んでいくんだ。柴田の腰がぐっと落ちました。もう一度、石井が向かってくるところ、フロントアイドペッタ、石井ラリアット、柴田バックからジャーマン、石井の攻撃行くぞ、ジャーマン、さらに柴田は来る、石井ラリアット、止まらない。柴田を操作する、腕決めた、柴田を腕を取る、柴田を腕を取る、アームロックに行こうというのか。このセカンドロープ上での攻防、お、どうする、逆に今度は石井が逃げてます、回ってますよ、腕取られて、これ回って今うまく体勢を入れ替えようとしてるんですか。あ、そうですけど、柴田選手離さないですね。柴田も決めに行く、そして、おーっと、飛んで返すんです。返せるか、この中でカウント1で返す、そしてスライディングラリアット、そのまま覆いかぶさるようにフォアを立てていった。もう一発飛んでまいるも、それでも石井は倒れない。あ、で石井君怖いですよ、やっぱ一歩前に出てますからね。そしてフロントからネックロック捕まえていったのは柴田、柴田がぐっと絞り上げていく、石井が強引に振り向いてバックを取り、そしてここは蹴り足受け止めた、ラリアットの打ち合い、すごい、引いてるよ、どっちか頭がありますよ、とんでもない音がしました。そしてフォークの柴田のワン、もう一発は長州力仕込みのラリアット、まさに両者の一撃一撃に魂がこもる。そして胸板への蹴り、柴田が打ち抜いていきました。そして石井を寝かせておいてのサッカーボール結果、そのまま決まったんじゃないか、19秒、タイムアップ、柴田が